前ぬべちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございま す。私が特に印象に残ったのは横浜 Day 2のだから僕らは鳴らすんだのクラップでさよりんが私のこと好きな人と小声で質問してたシーンです。あまりの可愛さにときめいちゃいました。あの質問の時だけクラップの音が異様に大きくて笑ってしまいました。さゆりん大人気ですねといただきました。言い方言い方がすごい言い方が書いてあるちゃんと普通に書いていただいてるのにさゆりん大人気ですねなんかおかしかった、ね、大人気ですねありがとうございます。びっくりしたよ、ほんと。ほんと？ね、うん。なんかあれさ、あのみんなの最初さ、れんちゃんとかさ、ちーちゃんとか、うん、で、来て最後にまさかのさゆりん本人っていう、これ違います。かのんちゃんではなくて、これ違いますよね。そうなんだよ、違うんだよね。私のこと好きな人、キルルンみたいな感じで言ってんの、ね、私だけそう思ったの。え、でも違うんだよね。違うんです、これ。あの、伊達さゆりではなく、私これ、うん、カノンとして言ってるので。そうなんですよ。あの、カノンは、あの、一人称私なので、これ私、さゆりじゃないです。さゆりじゃないです。それは、さゆりじゃない。あの、そうなんです。そんなに、私じゃないの一心、あの、めっちゃ一緒だよ。全部分かってて、全部分かってて、どう分かってたの？分かってたよ。分かってたよ。カノンちゃんでや、私もスミレで立ってたから、あの時。なんかカノンちゃんでやってるんだろうなっていうのを分かってながら、なんか、さゆりが意外めっちゃあざといみたいな、他のメンバーに言われてるの。そう、違うんです。これ、私じゃないです。カノンでやってたんで。あれ、カノンだったの？で、あの、私最初、スミレのこと好きな人って聞いちゃって、そう、あ、カノンだから、スミレちゃんだと思って、スミレちゃん、間違ったスミレちゃんだったって、さあさあカノンで言いました。なので、カノンです。私ではありません。やっぱなんか、まあでも、どっちでもね、あざとさマックスって感じだったね。うんうん、まあ、私、カノンちゃんのあざといとこちょっと見たくて、個人的に。出しちゃったみたいなね。そう、カノンちゃんがライブでもしクラップしたらこんな感じなのかなっていうのを。でも私たち出る前に、りーちゃんと二人でさ、うん、何言ってんだろねえ、何だろう、リーちゃん。いや、ちゃんとね、じゃカノンちゃんって分かってたんだけど、そう、分かってはいたんだけど、あの流れで行くと、本当なんかもう私のこと好きな人みたいな、かわいいって思われるの。それも可愛いけどね。何思ってんですか？なんかなぎちゃんめっちゃ突っ込んでて、うん、そう私もあそこは青山なぎさとしてクラップやってたから。え、そうだよ、違うんだよ、違うんだよ、やぶやかんの青山なぎさってこと。違う、れいちゃんさ、こんななんか三月からの人とか言わないから、ちょっとしたしてないから青山なぎさとしてやるからね。なるほどね。はい、そうだったんだ。お、大好きさん、ありがとうございます。カノンも大好きだけど、さゆりも大好きだよ。ありがとうございます。全部好きだからね、嬉しい。どっちでも大好きだから。めっちゃ熱い。めっちゃ顔赤くなってますよ。すごい熱い。なんかあんまりこう映ってるのと分かんないかもしれないけど、すごいあのポッポッって感じ、ね、すごいなんか蒸気出てる感じの。そんなに全部赤いよ。水かける？水かけない、すべて伸ばして大丈夫です。いやいやいや、盛り上がってよかったわ。よかったです、ありがとうございます。